じゃあ始めます。YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。そして兄貴が編集するポッドキャストをお聞きの皆さんもこんにちは。そして Facebook でもこんにちは。今日は6月17日かな。そうですね、17日の、水曜日、今日のね、この後ですね、深夜に始まるジョジョはですね、いよいよ城太郎がですね、ディオと対決ですね。あ、確かにこの前華鏡院がやられてね、で、あの正体を教えてね。そうです、そうです。ジョナサンの孫、ジョースター、はい、ジョセフ・ジョースター、テンションは高いな。貴様はこれで俺だってナイフをブサッと刺されて、ジジーとかなんで、そうですね。あ、で、そこで終わったんだ。そう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 、オラオラのラッシュ対決で、ね、煽ってましたもんね。やりましたね。そうです、懐かしいな。今日はですね、お、なんか偉いガツイ封筒が、こんなのが来ました。はい、じゃあ市役所からですか。市役所から、うん、まだ、地域ふれあい課ですね。ちょっと開けてみたいと思います。はい、何が来たんだろう、なんだろうな。あ、まだ何か見てなかったんですか。うん、青色防犯パトロール団体、はい、まあ、町内会長とか、うん、交通安全会長とか、はい、結構なお偉いさんに行く、はい、文章が私にも来てしまいました。もう重鎮ですからね、青色パトロールの。パトロールね、うん、なんか交通安全を守ってほしい的な記事ですね。6月7日と15日に連続して交通死亡事故が発生したっていうことですね。ああ、そうなんですか。で、一宮市では交通死亡事故の多発を歯止めをかけるためにって本日、うん、何日本日って6月16日昨日か、昨日ですね、うん、一宮市内全域に交通死亡事故多発警報が発令されました。すごいですね、食中毒警報みたいですね。そうですね、はい、で、まあ、それで、みんなで交通事故を減らしましょうということですね。でも私の青色防犯パトロールは痴漢を捕まるためにやってるんですけど、ね、そうですね。それとあの交通安全もね、まあまあまあ一応ね、まあね、まあまあ一応回転灯回して回って、ね、回ってれば人の意識が高まりますからね、まあね。亡くなられた6名のうち4名が交差点を横断中事故に遭われてしまうというね、まあ、大変ですね。そうしたらまあ一応車が全面的に悪いことになるかな、渡ってる最中にね、シチュエーションがあったとしても。運転者の皆様、高齢者の方を見つけましたら動きに注意を払う、スピードを落とし、いつでも停止できるようにするなど、思いやり運転を心がけていただけるようよろしくお願いしますという。確かにそうですね。だけどばあちゃんとかフラフラしてるからね。ますよ。で、ちょっと段差あるとすぐこけちゃうんで。そうそう、逆にね、怖いもんね。これでやばかったの、はい、思いっきりさ、畑でおばあちゃん転んじゃってさ、はあ、折れたんじゃねえとか思ったけどさ、はあ、結構ばあちゃんとかさ、はい、骨スカスカになっちゃうらしい。そうですね。そうするとさ、尻餅ついただけでさ、尾骨とか折っちゃうから、大丈夫かなって思ったけど、まあ、なんとかね、あ、起き上がって、うん、大丈夫かですね。なんかね、あれだった、シュミレーションだったね。サッカーシュミレーションじゃないか、あの、なんて、なんだっけ、名前忘れちゃった。あの、オブストラクションじゃなくて、なんだっけ、忘れたね。まあまあ、まあ、わかります。あの、サッカーのやつですね。恋に倒れるやつね。あ、はいはい、あ、もう一杯お飲みいただいていいですか。ありがとうございます。はい、っていう、うん、お、すごいですよ。交通死亡事故多発警報、うん、出てますね。ね、これはあの悪魔の交差点編に続くネタですね。そうですね、うん、まあ、交差点って危ないよね、意外とね、信号出ててもね。あと何なんですかね、あのやっぱ本当に事故が起きやすい交差点ってありますもんね。ただ幽霊とかそんなこと言う気はないですけど、船幽霊とか出たりしましたね。ひしゃくをこう持って、ね、あの知ってる船幽霊を倒すためにはね、はい、そこの抜けたひしゃくを渡すんだ。そしてずっとそれを組んで船の中に水を入れようとするから、船幽霊が来たら、あ、まあ、これ使ってくださいって。あ、なんで全然出てるの。で、そのうち朝が来て帰ってくるんですか。暇かんだからですね。そんなもんって言って船幽霊をバカにすると痛い目に。あ、そうでした、船幽霊さん。よくわかんねえ。なんで。じゃあそろそろ本題に。あ、本題だよ。まあ、もう5分も経っちゃった。はい、
本題はですね、うん、一宮世界音楽祭が、開催されるんですが、はい、今日も、一宮市の経済振興課のお役人さんと打ち合わせをしたんですけど、はい、まあ、例年通りということでパンフレットがね、はい、まあ、ちっちゃいわけなんですけど、ね、はい、毎回こんな何ページにもわたるね、はい、ページの中にこんなちっちゃい枠で一応には世界音楽祭ひっそりとやってます。いやいやいや、いいですよ、そんだけもらえるだけでいいですよ。まあ何もしてもらうよりはまあしたんですけど、で今年もどうしますかって言うから、まあ文章はまあ去年一昨年と一緒でいいよってしてね、で、まあ、そういう感じでやるんですけど、他に今回はかなり変わったとしたら歩行者天国ができるんで、で歩行者天国の他にロータリーとか、うん、あといつもマルシェをやってる駅西の広場、はいはい、一駅の西口の広場、はいはい、あそこに出店したいっていう問い合わせがいくつか来たんだけど、はい、ここに関して俺が、はい、まあ、独自で作っちゃったルールなんですけど、うん、商業目的というか営利目的の人たちは、うん、ローソンから、うん、あそこ、ピザ屋があった角のね、うん、はい、あそこは有料で一宮警察にお金を払って、うん、で諸話代を払って、うん、であとそこで歩行者天国をやる場合は、うん、それを運営してくれる人が、うん、一宮で、リサイクル推進委員会っていう竹内さんっていう方が代表でやってますんで、はいはい、そちらに営利目的の人は問い合わせしてそちらで出店してください。なるほど。で、はい、逆に言うと俺が仕切ってる方の、うん、その一駅の西口広場、はいはいはい、今度の日曜日のマルシェがありますけど、はいはい、あと他にロータリーの中とかは非営利団体の方がその活動費用を稼ぐための場所として提供します。ああ、なるほど。でそちらは無料で提供するんで、はい、営利目的で一攫千金で金儲けたいぜっていうやつが来た場合は、西口の広場とロータリーには入れないんですけど、代わりにそっちの方で、歩行者天国が今回できるんで、そっちの方に出店料払ってもらって、出店料だって警察にね払うお金と、あとその竹内さんが代表でやってるリサイクル推進委員会の、そこの CM でいろんなところに中日新聞なんか折り込み入れたりとかポスティングするらしい、はいはいはい、そのチラシ代になるんで、まあ、結局自分に返ってくるわけだから、そうですね、でそっちでぜひね頑張って、なるほど、稼いでいただいて、なるほど、はい、我々は我々で非営利の部分でやるんで、だから非営利団体さんでもし出店したいんであれば、こちらになるほど、NPO パモナタワレに連絡していただきたいと、という住み分けができました。あ、他にも音楽をやりたい人とかもいるんですけど、音楽やりたい人もまたもう実はですね、メインの、外人さんたちが世界音楽祭なんで、外国人枠がかなりありまして、もう埋まっちゃって、もうそっちいっぱいになっちゃって、メインのところはもう残念ながら空いてません。なるほど。その代わりといっちゃ なんですけど、離れた場所とかでよければ用意できるんで、そっちの運営をもうブースを一つ渡すから、そっちで例えばローソンの駐車場とかも今社長さんと交渉してて、そうなんですか、だって車どうせ入れないですもんね。そうそうそう、この間もさあったじゃん、ローソンにさチンピラがチンピラの酔っ払った知事がさ入ってきて店員さんを脅してたところにさ助けたっていうね、助けたっていうか、まあ、懲らしめただけですね。スタープラチナもね出ましたからね、うらっ今裏返ってますけど、はい、時間を止めちゃった、まあ、まあまあまあ、そっちもできますからね、9秒ほど ね、はい、止めれるんで、そうですね、まあ、時間が止まっているのに9秒っていうのもなんなんですけど、まあ単位がね、まあ、必要ですから、まあしゃあないですね、まあそういうことです。そういうお知らせがしたかったのですが、まあ他にも出演者とかね募集もしてるんで、はい、音楽やりたい、音楽やりたいだけじゃなくて、もう本当に自分たちで PA を持ってきて発表の場が欲しいっていう人が今こちら側としてはお願いしたい。そうですね、一応まあ非営利でね、そちらのメインでやってるわけですから、
うん、そこまでは準備できないこと、ね、そう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 ありますからね。だからまあそういう時は投げ銭 OK でやってもらえればいいんで、例えば、どっかのね駐車場の一角を借りて、でそこを土日のうちどっちかでもいいし両方でもいいんだけど、音楽やりたいですっていう人がいてくれれば、そこにじゃあどうぞどうぞって場所貸すんで、どうかななんつって、はいはいはい、まあ他にも今回ですね、宇都宮世界音楽祭の割に、うん、まあ、バスケとプロレスが初年度からいますよね。まあまあまあ、で今年はさらにですね、剣道が加わります。すげえ。剣道が型を打ってくれたりとかね、うん、まあ、去年はよさこいが入ったりとか、うん、なんかいろいろなのが増えてきてですね、はい、まあどんどんでかくなってきますね。いいじゃないですか。でもね、でかくなって悪いことはないですよね。10年後には東西が入れ替わるかもしれないぜって言ってるんですけど、まあ今回でも一応東の方は大きな一手を打ってきましたからね。うん、まあね、こっちもねミッキーちゃんっぽいパレードとかやるんですよ。いや、もうね、大問題だよ、大問題だよ。中国の遊園地じゃないですから。もうやめましょう。あれやりたいよね。ミッキーちゃんね、本当に大問題だよ。いやいや、ミッキーちゃんっぽいパレード。いやいや、ミッキーちゃんっぽいんだね。大問題なんですから、ね。通報されるとね、うん、はい。通報しました。いやいや、だって俺ミッキー、はい、パレードじゃん。ミッキーちゃんっぽいパレード。いや、だから、それだからダメなんですよ。だからダメっていう話を今してますよね。なんで言ったらコスプレなんてみんなぽいやつばっかじゃん。いやでもさすがミッキーのコスプレするやつ、あ、まあまあしてたら怒られるんだろうね。それがだから画像に撮られて、画像がアップされて、でそれが通報されたら、ひょっとしたら叱るべき団体にそのクレームがいく可能性ありますよね。ネズミーマウスとか。いや、なんかですね、完全にもうこっち買うじゃないですか、ね、ネズミーランド的なね。そうだよね。そういうね、まあ遊び心満載という、いやいや、判決厳しいところにするんでやめましょうよ。危ないです、危ないです。いいじゃないですか。うまいですな。セクダーな話とビールね、最高のつまみですよね。最高ですね。酔った時の酔った話でね、このバカ放送も伝わってるんですけどね。そうですね。かれこれ1年半ぐらいやってますからね。そんなやってるんですか、これ。いつの間にや。ゆるゆるすぎて全然時間の流れを感じないですね。いや、この間見たら、あれってもう1年半ぐらいやってるんだって驚きましたね。いろいろ登場人物もいっぱい現れましたけどね。そうですね。勝手にそこに人が巻き込む感じですけどね。そうですね。まあ今年どうですか。まだちょっと早いですけど、上半期ベスト3ぐらい発表するという企画を考えてるんですけど、なんか今年の上半期なんか強烈な事件はありましたか。強烈な事件、自分個人的なですか。パーソナルな事件ですか。パーソナル、パーソナル、この放送に関してですけど、この放送に関してです。これはまあでも、やっぱ潜入でしょう、あのプール。まあでもあれは去年の年末じゃん。ああ、そうなんだ、うん。そんな寒い時期に。そうまあ、そうなんだ。うん、まあ、今後ね、またそのベスト3みたいな発表をしたいな。そうですね。まあ、これもちょっと予告で入れておこうかな。そうですね。まあね、辞職されたりとかね。そうです。ああ、ありましたね。だってプールに関してはだってその可愛子ちゃん先生の後押しだったとはいえね、うん、馬場さんを本気にさせてルールを変えちゃったわけじゃないですか。そこはね、変わっちゃったね。まあまあ言うてもその駅西の松江自体がもう事件ですよね、うん、ここまで大きくなって、しかも歩行者天国まで作られてっていうのは十分事件ですよね。やっぱ実績をね残すっていうのは強いですよね。これはあれだったよね、一番インパクトがあって、ハルさんがアキレス腱を切って入院してしまう。ハルさんも怪我するんだとか言って。いやいや、人間ですからね。人間だもん。すごいよ、ハルさんだって怪我しちゃうんだね。鉄人だと思ってしかもね、アキレス腱って本当に痛いですよ。キルガさんみたいな、ああ。ずっと試合に出続けるみたいな、ね、そんなイメージでね、ハルさんはね、80歳になって普通に現役で試合してそうなイメージを持ってますけど。まあ人間だったということでね、はい、さあ、まあ、グダグダになってきたんで、まあもともとグダグダなんですけど、まあ、最後もう一度戻ってですね、死亡、交通死亡事故多発警報が出ています、はい、
皆さん、一宮市長長野さんのこの名前も入ってますね、はい、そうですね、警報が出てますからね、皆さんちょっとしたことに気をつけてそうですね、うん、ちなみにもしね、はい、この放送市長が見ていることがあれば、はい、ぜひですね、はい、言いたいことがありまして、私をぜひ副市長に任命していただきたいです。無理ですよね。いやー、副市長になっちゃったら面白くないですよ。副市長の立場から物言わなきゃいけなくなりますからね。いやでもいいんじゃない、副市長になったらなったら、ね、でここに来たらさ、ゆすりかまのマスクとかかぶってるんでしょ。もう誰か分かんない分かんないっていう体で、ババじゃねえよ俺はっていう、違う、グロイボスよとか言ってそういうネタやればいい。そうですね。あ、そうそう、あとその連絡先だけ言わなくていいんですか、その出店したい方の。ああ、出店、それだけの知り方を教えておかないと。出店したい人は、はい、とりあえずググってみましょう。ああ、そうかそうか、それが分かればね、なんでググればいいかな。え、多分、うん、新一宮プロレスとか国境なき絆とか、うん、なんかでググって、うん、みんな来るよ、なんだかね、うん、だってね、どっかのね、うん、おばあさんもね、ググって俺のとこまで来たの。あ、そうなの、うん、で、それぐらいの根性はね、うん、あってもいいと思います。なるほど、了解です。ということで、兄貴、はい、終わります。はい、編集をよろしくお願いします。はい、お疲れ様でーす。